ザ。こんにちは。さあ、豊かゴールデングラブ賞です。そうだね、はい、セリーグやりましたけれども、パリーグ次はピッチャー、ピッチャー誰だと思う？いや、もう私的には沢村賞も取った山本投手以外があんまりもう出てこないんですよね。それでいいや。ちょっと待って、いやそれでいいなって。いや豊さん的に、いや例えばさ、はい、それ確かに山本うまいよ、はい、で今回も山本って、うん、俺も思うよ、はい、でもね、岸も抜群にうまいしさ、則本の動きとかも好きだしね、はい、でもやっぱり山本の陰に隠れちゃうんだろうなと思ってさ、今年の成績、でもどっちがうまいかって言ったら、うん、やっぱり岸とかも抜群にうまいけどね、そのフィールディングであったりとか、はい、だからセ・リーグでいう、例えば山田がいくら頑張っても菊池は抜けないだろうっていうような、その菊池選手の存在、だからその守備のインパクトが強いじゃない。そうですね、うん、だからそこまでピッチャーって守備のインパクトってつかないんだよ、そう抜群っていうさ。確かに。でも我々が見てたらやっぱ岸の身のこなしだとかさ、はい、抜群なんだよ。そうかじゃあ選べよって言うかもわかんないけど、はい、選んだらボロカス言われるんだよ。またもう山本しかありえませんお前どこ見てんだよみたいな。いや君たちよりは多少見る目があるからやってましたか。やってたからちょっとね。そうですよねだけど一般的に言うと山本なんだろうな。まあ確かに山本も下手じゃないよ、はい、これなぜかというとやっぱり投げ方がいい、はい、まあセリーグの時柳がとって言ったけども、うん、あのやっぱり投球フォームがいいとさ、やっぱり守備もいいよね。これってそう思うと、じゃあピッチャーで三振をバンバン取るピッチャーってフィールディングあんまりしないじゃないですか、三振で取れるとすると。ゴロを打たしてピッチャーゴロのピッチャー、あんまりそういう考え方しないしないか。ピッチャーゴロをよくさばけるとか、例えばバントの処理がうまいとか、ね、よくセンター返しされるとか、ね、そういうやつでしょ。よく足に当たってるやつ。そうです。いやだからまあ山本でいいと思うよ今年は。もうそうですね。ああ、なんか山本でもう山本の年なんだからピッチャーは。そうですよね、うん、だからいい。ただフィールディングとかやっぱり上手いのは、例えばその岸投手であったり則本投手であったりだよっていう、ね、うまいよね、とこですよね。もうキャッチャー誰だと。キャッチャーはまあ森選手だったり甲斐選手だったりとか、そのあたり。甲斐だよな、キャッチャーは。守りという面に関してはね、うんうん、あのバッティングはやっぱ森がね、はい、1枚も2枚も上手だけども、はい、やっぱこうキャッチャーとする守りというふうなことは、はい、まあ甲斐が1枚も2枚も上手だよね。まあね、そうですね、他のところのキャッチャーよりはね。はい、ありますしね、うん、そこは、うん、まあそうだね、はい、まあ、それでいいと思うよ。はい、はい、ファーストです。あ、鈴木大地。うんうん、楽天。やっぱね、いろんな内野の経験があるファーストだけに、はい、鈴木大地がね、やっぱうまいよね。そうですね、うん、やっぱ身のこなし、まあ二遊間もできる選手だったからさ、はい、だから身のこなしだとか、うん、まあ、キャッチングだとかさ、すごくうまいよね、うん、まあ、中村もうまいけどね、はい、ソフトバンクのね、うん、もううまいけど、まあ、鈴木大地かな。鈴木大地選手背が低いけどね。あ、鈴木大地選手ですか。うん、ファーストにしてはね。あ、だから楽天の内野手っていうのはすごく困ってると思う。本来だと、ね、もうちょっと、それはね、もや2メートルが立ってんのと172、3が立ってんのとどっちがいい。あ、2メートル近くの方が投げやすいですね。もうね、どこ投げても取ってくれると思う。そうですね、冒頭の球さえ取ってくれそうな。そうそう、だけど、まあそれは欲の部分だけどさ。そうですね、まあ、だけどまあ鈴木大地でいいとかね、うんうんうん、はい、続いてセカンドです。まあ中村かな、ロッテの、うん、はい、浅村も頑張ってたけどね。そうですよね、守備ね、はい、まあだけどやっぱ中村の方がうまいのかなって。まあどの先も頑張ってたけど、うん、まあ、中村がもう安定的にうまかったのかなっていうふうに思うよね、うんうんうん、これからもどんどんこの中村選手出てきそうな、これさらにやっぱこうチームの中心になっていかないとね、はい、チームを引っ張るぐらいの選手だから、うん、まあ今も引っ張ってると思うけど、はい、でももっとこう大げさに引っ張るようなことを見せてもいいと思うけどね、うん、そうですね、うんうん、さあそしてサードです。はい、ムネ、すごいいい守備っていうか肩すごいですね。肩もそうだし、まあ、スナップスローがいいよな、うん、はい、ただ迷ったのは藤岡と迷った、はい、お、それは
藤岡はやっぱショートをやってただけにやっぱ捌きがうまいわ。捌きという意味で、うん、まだ宗はね、はい、ハンドリングはうまいんだけど足の運びが下手なんだよね、ちょっとまだ、うんうんうん、そこに改良の余地はあってさ、はい、あのもっと上手くなる選手なんだけど宗なんかは、うん、でも状態の使い方、このスローイングだとかも含めて、うん、すごい抜群うまいよね、うん、力もあるし、力あるね、でも相対的な綺麗さ、ね、守備のこう基本ができてるのは藤岡なんで、でも藤岡ってショートのイメージがあるし、はい、でそれは試合数から言うと宗の方がサードで出た回数が多いでしょ、うん、だからまあ宗かなという。宗選手、宗って意外と見せるよ、ね、そうなんですよ。だからあの日本シリーズとかでも結構その深いあたりアウトにするんだとかありました。うん、いきなりエラーしたけど硬、ね、くなってました。お前でもなるのかよ。びっくりしました。そうですね、まあ、なるんだろうな。いやそうなんです。それが体が動きませんでした。いやだから見た時にどこに投げちゃったんだろうってあれ思いましたけどね。投げた、ああ、あのその前の、その前の方ですね、うん、取り損ねたやつね、はい、ありましたけど、はい、さあショートです。はい、源田、ああ源田選手もうなんか常連ですね。ここはエチェバリアってすごいな。おロッテの、はい、あれは1年間使うと守備だけでお金が取れるね、うん、あそういう選手なんですね。やっぱ見せるわ守備で。源田は綺麗なんだよ、はい、だから簡単にやるんだよ、うん、簡単にやるから、まあ、うまくも見えるしつまんないんだよ見ててうますぎて綺麗すぎる。堅実で綺麗ってことなんだ。女性でも綺麗な人をずっと見てるとつまんない。あ、なるほど。あ、そういうなんかそこでボケてくれないかなとかさ、ちょっとなんてエチバリアちょっとボケが入ってる。ボケ入るんだよボケが入る。え、そっから投げるのかって。あ、そっから届くみたいな、ちょっと奇想天外なことみたいな。そうそうそう、やってくれるんだよ。外国人であのショートで名前が出てくるってすごいですね、ゴールデングラブに。いやだから俺はなんか1年間この人のプレーをこう見たいなと思う一人だね。まだ土のグラウンドではそんなうまくないよ、はい、そんなにうまくはない、はい、ね、だけどもうねこうハマった時のプレーなんてすごいよ。華麗ですね。あ、日本人じゃできないよ。あ、だってもうひっくり返って寝っ転がってバーンって投げてアウトだからな。すごいですね。いやすごいんだよ。菊池とエチェバリアが任務官組んだらすごい楽しいだろうなと思う、野球が。見てみたい。見てみたい。すごそうですね、それも。なんか馬跳びやりながらこう守備してみたいな。そんな感じの2人とも。2人ともなんか見せてくれそうな。なんかもうアクロバット。まあまあそうそうそう。そうですね。そんな感じを見せてくれそうな選手だよね。はい。ちょっと来シーズンまた期待ですね、まあ、そうだね。エチェバリア選手は。はい、さあ、外野手3名です。はい。まずは荻野。あ、もうここは。頑張ったな、はい、はい、今シーズン本当に、まあレフトだったけどね、うん、頑張った、はい、で、柳田、はい、ダメか、いやいやいや、いいと思います、うん、お、柳田選手で、辰巳、辰巳選手、はい、まあ辰巳も数字的にとか、うん、試合数とか考えると、うん、選んでいいのかなとか思っちゃうんだけど、はい、でもね、彼の持ってるその守備に対しての能力っていうのはすごい高いな。うん、だからあれがバッティングが良くなんないかね。それはいやどうすればいいんでしょうかね。やったらすごいいい選手になるんだけど、うん、もったいなくてしょうがないよ。だバッティングがこれで良くなると、そう、こう、シュー、すべて揃う選手、うん、シューは揃ってんだよ。あ、そうとこう、うん、まあ、そう、まあ、まあそうだな、走る方、うん、まあ攻撃だな、攻撃っていう意味で攻撃ね、うんうん、だから揃うとすごい選手になるんだけどさ、はい、揃わないね、なかなか辰巳ちゃん。なるほど。だからまあゴールデングラブでは選ばれるけれども、ベストナインってなってくると、いやもう絶対選べない、絶対がつきました、ね、絶対、いや今のままじゃね、でも絶対選びたい選手なんだよ、能力的には、うん、はい、ね、頑張ってほしいってとこですよね、高さんですね、ね、うん、で柳田投手はもうそこは、柳田、はい、選手ね、うん、投手じゃない、あ、柳田選手はそこはまあまあ、ここら辺は、はい、うん、やっぱこうダイナミックだよね、何やらしても、うん、まあまあでも名前で取れるというかさ、そんな感じがするよね。でもすごいですね、そこはすごいすごい、うん、
ね、パ・リーグの方が DH の守備はないな。DH に守備はつかないですか。つかないな、これついたらすごいことですけど、まあ、でもどうですか、まあまあ、あの振り返ってみて今年のこのパ・リーグのゴールデングラブ。まあ、セ・リーグの方では言わなかったけど、はい、パッとセ両方ね、総括で言うと守備に関してね、もうものすごく楽しませてくれる。取るのに心配、はい、取ってから心配、うん、受けるのが心配、うん、三大要素が心配が重なってる、はい、昔はとりあえず取ったら安心っていうのがあった、うん、ね、はい、今は取るのに心配、うん、投げて心配、受けるのが心配、もう三大心配がもうね、うん、病気かのように三大心配、そうですね、疾病じゃなくて心配疾病みたいな、疾病みたいなのに来てるんで、はい、やっぱね、ここはね、しっかり教えてあげてほしいと思う、その野球の、まあ、基礎というか、うん、でね、日本シリーズ見てて、はい、一番感じたのは今年の日本シリーズで、はい、基本ができてるチームが強いっていう、うん、それを感じた、本当に、うん、何でもそう、はい、キャッチボールにしてもそう、あの野球のフォアボールを出さないとか、はい、ね、向かっていくピッチャーがやっぱ勝てるんだとか、うん、ね、だからなんかこう野球に詰まってる基本というものが、まあ、日本シリーズにあった、はい、それをこう見ててやっぱり守備を感じた時に、守備を見た時にやっぱもう一度やっぱこうしっかりした指導をしてほしいなと思うね。それが昔はもうね、それができていたけれども、やっぱちょっと近年少しそれが崩れてきてるのかな、まあ、昔はねそれしかやらなかった、あ、逆にベースの部分をとにかくそれしか教え方を知らなかったのかもわからないけど逆を言うと、ね、でもそこはやっぱ丁寧だったんだよ。でもそこが今丁寧さを失い、まあ、教えるには教えてるんだと思うんだけども、はい、あの量だとか、うん、受ける量だとか少なくなってないかなっていうような気がしてね。あ、だからやっぱりもう一度やっぱりこう基本っていうのは、うん、まあ、キャッチボールってすごく大事じゃない、はい、まあ、とりあえず取るのは心配でも、うん、取ったら安心にしようよっていう、うん、ね、そう、もうドキドキ、え、やった、あえみたいなのが多いんだよ。もうあの本当にアウトってコールが来るまでドキドキしちゃうって、ちょっと心配でしょ、はい、だからそれはやっぱプロ野球としてやっぱ寂しいから、はい、そうですね、うん、だから、うん、そうだね、だからもう少し基本を大事にしてほしいなと思うね、うんうん、それがまあ来シーズンへの課題と、まあ、そうだね、というところですね、はい、はいはい、というわけで、今年のパ・リーグのゴールデングラブ賞、豊さんの選ぶゴールデングラブ賞を見ていきました。はい。